あ、無限アーモスどこだ、どこまで。あれできんだろ。出る女じゃないっす。おい。私のターンですね。疾風の旋律さ、超強くない？どう思う？疾風の旋律かなり壊れだと俺思ってる。あんま言われてないけど。実質、実質1コスさん。面白いし。龍爵、ガーデンのヘイトに隠れてる感。そしていいアモス。ばあちゃん、テンションにが普通に強い。ドレアム、スイ、ライバルズ大手配信者のマグロさんのククールの動画面白かったな。七死の神兵、バルカドの勇士じゃん。だその説明口調。僧侶の特技カード強いの多い気が。三日月型砂丘遅れた。こんにちは。このさ、アモスのさ、影がさ、モンストラーになってんだよね。ピピピロピ、相手はガーデン。でモンストラーの影が2チャンネラーになってんだよね。まだわかんない。七死のゴンベイ、僧侶は点数機が弱いからカードが強いよ。三日月型砂丘、ガーデンっぽいね。龍爵、しかも背景も昼夜で違うしね。わーちゃん、2チャンネラーで草。私の力はきっと皆さんのお役に立つはず。なんか声が違う。ハッサンみたいな声かと思ってたのに。影が見えてないのも悲しい。俺はチャモロが惚れないのもわかる。なんか違う。ごつい声が良かった。お尻の古傷が。お尻とか言ってお前そうやってまたチャモロを誘ってたんだろ。ろくなもんじゃねえわ。いでよ、我が血族。メタルスライム、ライバルズってやったことないんですけど、無課金でもなんとかなりますか？三日月型砂丘。なる。今日動画が出す。わあちゃん、なんかナンパしてきそうな声なんだよな。コクト、ヘイ、ヘイ、漫画版アモス説。すぐき、モンスター状態で復活するとかあるでしょうか？奏でましょう。クラピカもこれには。にっこり。エヌヤス、ジャモロタソハワレラのものだ。あとはマッシュ出せばいいから。コクト、テイ、テイ、漫画版のアモスってチャラチャラしてたよね確か。三日月型砂丘、診断のカード基本強いのばっか。エビレマスタッシュとかその例だよ。掛け合いも新しくあるのかな。それあるでしょ。ケルヤ、カグヤ、そういやメダル王女とチャゴスの慣れ合いあったな。え、メダル王女、あ、そっか、8か。メダル王女って8でしょ。ペル、モンストラーってドラゴン系？モンストラー属性あったっけ？多分ないと思うけど。ストロングアニマルと同じだから。あるとしたら魔獣系だぞ。昔だったら獣系。ピピピロピ、なし。夢、属性ない。いでよ、我が血族。いや、ちょ、早いよ、お相手氏。やりたいことできてんだけどね、お相手氏が、早すぎる。我が家行くか？言わせねえよ！それは、我が家は我が家でも、三流芸人の方やないかーい。無だ。すべてを無に。ゆう、わらわら。え？あれじゃないんだ。わかんねえな。外務みかんチャンネル、アモスが30歳だからパーティの平均年齢引き上げちゃう。遅いデッキを準備しといてくれ。遅くて新しいデッキが欲しい。我が家に帰りたい。
言わせねえよ。YouTube で祝いに怒られてた。あえて何考えてんだこれ。アンデッドガーデンっぽいんだけどね。遅いけど新しい。その名はアノス。ちょっとだからやだ、なんかチャラい。俺のアモスがこんなチャラいわけないけど。もう一枚も塔だ、塔じゃねえ、なんだろうこれ。重いな。色紙の本で、バルカドの勇士は何も考えてないよ。天使の守りあんまり強くない。怖いわ相手。アモスに聞こえる。わあちゃん、もっとおっさんっぽいアモスが良かった。どこ、どこ、墓所は言ってるから。なんだお前、なんだお前、なんだお前、なんだお前。スケベそうでや。譲り合いの精神が大事だ。夜になった。そう、1ターンごとに夜になってたの。ケイ、メルビン、グレイグ、アモス、パパス入れたジジイデッキできるなこれ。転生したゼロ、アンデッドガーデンだけど引けなかったんじゃね。七死の本命、すご。セアちゃん、1日1ターン、無敵パスタ、1ターン1日なのか。リツコ、ポッターのための墓所か。タイムミカンチャンネル、買ってモブ兵士と同じグラフィックだったアモスが客演できるとは思わなかった。有名、強く強く、わら、わーちゃん、地球がものすごい速さで回ってる。1ターンごとによる。くんちょ、相手アモスの使用は変わってないのか。影いいな。アモスまみれになっちゃう。昼になって夜になっちゃうね。ここは白夜。なんかすごいことになっちゃう。白夜と極夜。一番最初のあれで習うやつ。昼になりながら夜になりながら昼になりながら夜になりながら。昼と夜が混在するという矛盾。1日に26時間鍛錬するという矛盾。これアモス、どうすんだこれ。ちょっと待って難しい。ちょっと待って難しいこれ。これわかんねえ。僕でもライバルズミンだからわかんないや。どこ、めっちゃテンション回してるミルなのか。転生したゼロ、ラナルータの使い手。アモスが復活するもんね。気持ち悪いアモスやで。七死のゴンベイ、アモスに守りつけないようにね。エヌヤス、天候を操りし神とアモス。わかんない。これでいいのか。ピロピ、アクバーか、ボロンゴ、ウス。相手多分ミルデッキだな。いや、あるいはあれかも、バラモスエビルかもしんない。バラモスエビルだったら面白いな。特技が思ったより使えてないのか。これ回ってるってことだな。回ってるっていうことなんだな。え、でもこれこうなるじゃん。で、夜になるじゃん。夜になるんだけどね。え、夜になるとどうなるか分かってるだろうな。あー、見るだな。まあ、やりたいことが分かるデッキは好きよ。七死のゴンベイ、やばくね。もう夜になっちゃうよ、これ。これ何これ。実質アモスでしょ。アモスなんだけど。そうだよ、アモスだよ。そうじゃなくて、俺が言いたいことはそうじゃなくて、実質アモスだということを言いたいんです。いや、だからアモスだっつってんだろかよ。私、苦人は弱いですが、分は強いと思います。弱夜の予感、夜になっていく。これ以上は先生したゼロ、ゲマデッキじゃね。エヌヤス、消え。で、ほら、アモスが怖い人だ。透明なアモスから私のゴンベイ、消えてる。リツコ、消滅なくなったな。コクト、ジェイ、ジェイ、オー。アルト、今来た消滅消えるの最強かよ。モツニオヤ、オー。セアちゃん、アモスはアモスであってアモスじゃないよ。七死のゴンベイ、消滅しないのか。わらわら。ペル、消滅しないじゃん。超おもろいやん。実質復活。
ばあちゃん、マジか。ピサロ、強くて笑い。ゲル、おい。無限か。しかも昼と夜。これは調整案件。昼のアモス。夜のモントラ。勝ちで無限来ましたわ。アモスがデビルエビルマスタッシュを煽ってる。なぜ変身しないのですか。役屋バグ。やめて。ちょっと休憩ね。しかもこれハッスルジジイのおかげで、わかるかな。バフが何回も来るんじゃないの。そこに置くんだ。これ言ってる意味わかります。バフが何度でも来るかもしれないけど。アモス倒すためには1ターンに2回倒さなければならない。七死のゴンベイ、それは無理でしょ。いやほら、で3、5、8になって、でその後ほらほら、違う、あこっちのアモス変わんねえんだ。でもなんかわからねえ。どこパワフルバッチだからワプだけかな。でもやす強い確信クンチョラナルータ。俺にライバルズは分かる。草でもやすアー体力はダメか。皆さんのお役に立つはず。昼だったり夜だったりで分からない。モンストラーは何もなかった。ピサロ時間バグってて。何今昼なの夜なの分からない。消えた。ワールドワイドすぎる。消滅消すのがライバルズ検定3級だな。コクとテイテイ同じハプにならないのおかしいよな。リクコ今は昼だね。ゲル今いつ。待って昼夜。いや昼夜どっち。超おもろい。ちょできればあー暴走ドンモグ。昼であの巣は夜。知ってる知ってる。俺暴走ドンモグ知ってます。なるほどね。龍弱、これはモンストラーが早起きしてきた感じ。転生したゲロ、時間を消滅したモス。夜は、夜なんすけど。無限アモスエアン。よし、昼だって。世界規模アモスすぎて。ピサロ、昼またはよる。群島、群島、北側がギリ昼。昼なのか、夜なのか。時差があんのか。経度が違うのか。ここまでは昼。お尻とか言うな。そうやってお前いつもあれなんだろ。チャモロ誘惑してたんだろ。別に大丈夫。213アスパラ、時差があるのは草。この一手。小島よしおもそう言ってどうしようかなこれ。なかなかいける。七死のゴンベイ、ザラキーマ見られるか。ザラキーマっすか。どれにしましょう。これ死ぬんだっけ。短周路寺、短周路寺って自分とか相手とかじゃないもん。悩ましいです。自分とか相手じゃないよね。自分とか相手じゃないんだもん、女。M やす、自分の終了時、転生したゼロ、どっちも。ターン終了時だから。どこ、読むよ。七死のゴンベイ、ターン終了時。何にするか。ターン終了時がターン終了時じゃなかったら、それはもうなんか、ターン終了時ですよ。我が血族。俺が何言いたい、何が言いたいか分かるか。はい。M やす、ややこしい。やめてほんともう気持ち悪い。いやーなんか早い早い。手札がいっぱいだ。敵が尽きてしまった。敵のゴンベイ、ライバルズだからありえるってこと。おい、お笑い。早い。これ以上は持てません。これ以上は持てません。どこどこ早い。笑夢これ以上は持てません。エムヤス、ジメス、ジピピロピ、早笑。サライス、これはライバルズ。転生したゼロ、負け。持つにおい。まだ負けてない。213アスパラ、早くて草。希望の開拓者、モテなさすぎるセイナ、ペル、悪魔ジェン、三日月型砂丘、ポッターだったか。七死のゴンベイ、ワンチャンあるね。リクコ、このドローの速さは実質無糖化強化。他どうすんの。
ミシェル、きつい。癒しの波動。三日月型砂丘、セイナ。セイナしかねえな。ザラキーマだとビーサルだよ。ポスター、ザラキーマ安定。いやあえザラキーは負けてるっしょ。サライス、セイナ以外あるやつとカオル、チピピロピ、ザラキーマ、七死のゴンベイ、ミミックの攻撃下げよう。セアさん、カオルの昼だったり夜だったり。どこどこ、セイナしかねえ。昼だったり夜だったり、ラジバンドリー。どうなのどうなのどうなのえ、でもさ、いやでも、あ、ちょっと待って、福袋あるか。なんでそんなことするの。実は抜いた。悪魔がよ。ピサロ笑い。チルヤ逆転デッキが。いやなんか面白いな。いや見るじゃなきゃいけた気がするわ。え悪くないでしょこれ。どう俺の発想力。私がグズなばかり。構築力 S でしょ俺。意外とやれる。いやあれだよな。よくやった方だよね。結構戦えてた。よくやった方だよな。アモスみたいな気色悪いやつ。気色悪いやつ相手に。転生したゼロ、アモス使いこなせたら最強。ピサロ、消滅消えるの強いし。意外といけてたな。普通に強い。ミシェル、強そう。意外と悪くなかったよね。アクバーが、アクバーのあれがって感じかな。セイナ出した後アクバーの方がいいのかな。七死のゴンベイ、アクバーとのシナジーやばかった。ああ。セアちゃん、アモス